左膝の前十字靭帯断裂と半月板損傷から1年目の様子をご紹介します。正直2回目はめちゃくちゃ落胆したんで、モチベーションがなくてゆっくりめにリハビリしてるんですけど、もうちょいで筋力とか膝の突っ張りとかも違和感なくなるとこまで来てるんじゃないかなというふうに思います。前十字や半月板怪我してる人はぜひね、一緒に頑張っていきましょう。リハビリは大前提としておもんないんですけど、まあ、唯一おもろさ見出すとすれば、良くないところがちょっとずつでもなんか良くなっていくのが分かるっていうのは、まあ、おもろいと思いますし、膝の皿を動かすことで足を深く曲げられるようになるとか、筋力が戻ることで踏ん張りをね実感できるようになるっていうところが、まあ、おもろいと思うんですけど、まあ、そうなるためにはトレーニングしっかりしないといけないと思うんで、
このまま僕も継続していきたいと思います。コメントでもいただくんですけど、まあ俺もちょっとでもリハビリやろうかなって思ってもらえる人がいたらね、嬉しいです。チャンネル登録、コメントありがとうございます。